はい、それでは今回はテラスでチームデスマッチやっていきたいと思います。使用するのはですね、サック3の JK、 これが出ましたんで使っていきたいと思います。ダメージがちょっと高い分、何でしたっけね、精度が低いのか、だったかなっていう感じです。はい、さて、走れー、あそこで待ってるぞー、あそこにいるぞ、いやー、突っ込め、これはひどい。後ろから来るって来てない、そっちかな、そこにいるぞ、階段上がって来ない、いやー階段のことじゃなかった。いっぱいいるぞ、よいどり緑やーっていうとこ、そこか、これはひどい、うわー見えて、まあ一人道連れにできたからよかったですかね。走れ、そこにいるー、いっぱいいるー、死なないの、こんなところで、やほい、痛い、2人で外しまくるっていうね。あら、殺したんだ、かわいそうに。走れ、で何してるんですか。アキンボはひどいっすね、これね。同じゲームで終わんないな。楽しいですけど。いやー、二人いた。あれ違う。スカベンジャーつけてるのに全然生きてらんないですね。下か、あれ倒せなかったか、あやべ、味方でした、ごめんなさい。海で待ってますね。こんにちは、やめて、何なんかあったの、なんか白くなりましたけど、こんなところで、ちょっと待って、タイム、中入ったらすごいのかな、撃て、そこにいるぞ、あそこは遠いなぁ、走り行って、どこ、今いましたよね、ごめん、任した、半分しか弾がない、死んでる、やめてもらえませんか、うわぁ、いや張ってるところに突っ込んじゃダメですよね。あべ、弾がない、ちょっと待って、壁の後ろでおやすみ、あー
Well done, Sentinel. はい、というわけで、テラスでサックスリーの JK を使ってチームデスマッチやってまいりました。ご視聴ありがとうございました。